に巡り合えたらぼやぼやしてないでさっさと蹴りつけてしまえよ。もったいぶってるうちに計算な回復なチラ野郎に美味しいところ持っていかれちまうぜ。ちまちましないで決めるときには決めてやらなきゃな。落ちきれないほど才能恵まれすぎてさらばなけりゃ夢は一つも叶えられないままで決めるぜ。誰にもやれないことをやるために生まれてきたんだろう。たまには本気で一度極めてみろや。ちょっと半端だけじゃ潰しがきかんぜ。熱いハートを燃やしてひとすら走れ。忘れかけた一途の夢を覚ませ。どうせやるならとことん勝ち進んでやれ。舐められたまま逃げてちゃ男が捨てるぜ。敵はいつでも弾がかかってくる。俺は一人でいくつも機関銃構え戦ってる。一つで命が奪われ相当ヤバい極限状態。その全てに勝たなきゃ明日は来ない。男なら崖っぷちでもギリギリ耐えて生き延びなきゃな。ほら千金狙って危ない橋も渡ってみたけど、本当はいつも心休まる場所を探してた。ワンチンソンでフラフラ走り続けた挙句の真ん中、ひらめかけたことは何度もあったさ。本当なら崖の下でも見つけてみせる。そこにしかない花を熱いハートが燃え尽きてしまう前に、傷の分だけ輝き取り戻すために、他の奴らが地に行く中でも俺はこんなとこでポシャるほど100円ないぜ。1秒たりとも無駄にしたくはないから。